書簡大杉栄宛。1916年5月7日、一審。伊藤野枝。宛先、東京市麹町区、三番町64、第一福島館。発信地、千葉県いすみ郡御宿、上野屋旅館。 停車場を出ると、前の視点でしばらく休んで、それから宿に帰りました。帰ってからも部屋に行くのがなんだか嫌なので、長場で話をして、それから部屋に入ると、すぐあの新聞を読んで、中央公論を読んでしまいました。思ったほど何でもなかったのですっかりつまらなくなって、部屋中を見回しました。 何もかも出かけたときのままになっています座布団が2つそれからたった今まであなたが着ていらっしゃった浴衣それを見ていると急に寂しくなりました枕を引き寄せてもう何も考えまいと思って横になると5時頃まで眠りましたそれから起こされてお湯に入って 子供を寝かしてご飯を済ませて、今、タバコを一本飲んだところです。それから、菊池雄宝さんに手紙を書こうと思ってペンを取りますと、まずやっぱりあなたに書きたいので書き始めたのです。今自分は四谷、堀安子のお宅にでもいらっしゃるのでしょうね。あなたが行っておしまいになると、 私の気持ちも寂しく閉じ、天気も曇って風が出てまいりました。潮の隣が一層聞こえます。でも、大変静かな、落ち着いた気持ちでいられます。この分では仕事もずんずん進むでしょう。大杉栄前集第四巻大杉栄前集観光会 1926年9月